ウィリアム・ヘンリー・ハリソン・ビードルはアメリカ合衆国の軍人、弁護士、教育者である。サウスダコタ州憲法に学校のための土地を確保する規定を入れることに貢献し、その後に成立した州憲法の模範となった。ビードルは1838年1月1日にインディアナ州パーク郡にあったマルタ小屋で生まれ、辺境で育った。 父には農業を勧められたのを断り、その代わりに教育資金として1000ドルを受け取り、ミシガン大学で土木工学を学んだ。1861年に卒業してから間もなく、アメリカ陸軍に入隊し、南北戦争が終わるまでに、巡庄の位まで登った。1867年には、ミシガン大学から法学の学位を受け、短期間法律実務を行った。 1869年、ユリシーズ・グラント大統領がビードルをダコタ順州の測量総監に任命した。順州内を旅して回り、また以前の辺境での経験もあって、学校用の土地が未来の世代のために信託されるべきものであり、その評価額で販売され、1英貨あたり10ドル以下では販売されるべきではないと確信した。このことがビードルの人生を支配するようになった。 ビードルは、準州の法律を体系化する1877委員会の初期官として、また、準州議会の司法委員会委員長を務めた。1879年、公共教育の監督官になった。ビードルは1885年のサウスダコタ州憲法制定協議会で学校のための土地に関する規定を作成した。 アメリカ合衆国議会が1889年にこの憲法を承認したとき、大変印象を与えたのでノースダコタ州、モンタナ州、ワシントン州、アイバホ州及びワイオミング州の憲法にも同じような規定が要求された。このことで学校のために2200万エーカーの土地が確保された。ビードルは1889年から1906年まで、 ダコタ州立マディソン市販学校の学長を務め、1912年に引退するまで歴史学の教授を務めた。ビードルはカリフォルニア州サンフランシスコの娘のところに行っている、時の1915年11月15日に死んだ。1938年、サウスダコタ州は、ワシントン DC アメリカ合衆国議会議事堂の国立彫像ホールコレクションに、 ビードルの聖堂像を寄贈した。この像のレプリカがサウスダコタ州会議事堂にも立っている。サウスダコタ州ビードル軍はビードルの栄誉を称えて名付けられた。ありがとうございます。